皆さんどうもこんにちは、ゆめだめじです。今回の動画は昨日の動画に引き続き、関西奈良絆連合と関東奈良集会所さんの違いについてちょっとお話ししたいと思います。もう間違ってほしくないことなんですけども、その関西奈良絆連合っていうのはあくまで奈良が好きな人たちが集まっているただのチームです。で、関東奈良集会所さんというのは元奈良収容所のメンバーさん、囚人さんで構成されている関東奈良集会所というチームでございます。なので奈良川西を本家、そういった血筋を引き継いでいるのは関東奈良集会所さん、ただそこだけです。関西奈良というそのチームというのは一切関係のないチームだということをまずは一番初めに皆さんにお伝えさせていただきます。もちろん販売店の奈良桑さん、市川インセクトクラブさんも関西奈良絆連合とは全く関係ございません。これをね、初め動画の最初にお伝えさせていただきます。それでは今回このツイッターでね、炎上している件について私自身のまあ感想とか、あとは関東奈良集会所さんの酔いどれさん自身にお話を聞いてきましたので、そこを踏まえながらねお話ししたいと思います。で、実際この動画を撮っているこの時間なんですけれども、酔いどれさんの方でもブログで記述されていますので、そこをね元にお話しすれば間違いなく皆様にお伝えできると思いますので、それもね取り入れてお話します。なのでもっとね、詳しくいろいろ知りたいという方は、この動画見終わった後でもいいですので、私の概要欄の方から、酔いどれさんのブログで再確認いただければと思います。やっぱりね、大クワガタ、そして奈良ケットのお話になりますので、すごくシビアな回になると思います。私自身も、間違ったことをね、言わないようにしていきたいと思います。まずお伝えしたいのが、関東奈良集会所というのは何なのかというと、酔いどれさんのブログに記載されている通り、元奈良収容所の囚人メンバーで構成されたグループですと。当初は5名で会を発足、後1名が仕事の関係で脱会、現在2名はお休みされており、2名が活動中とのことです。そしてメンバーを増やすことはなく、勧誘もしていない。なので今現在活動されているのは2名の方だけだということです。あくまで元囚人のみの会で、活動内容は奈良本家の個体をインブリし販売をされているということです。で、販売されているところというのが、もう奈良桑さんと市川インセクトクラブさんの委託販売のみと現在はなっております。奈良ケットを本当に好きな方は奈良桑さん、もしくは市川インセクトクラブさんから購入してほしいというような内容ですね。今読み上げた通り、元奈良収容所の囚人メンバーさんのみで構成されたチーム、まあ関西奈良絆連合とは全くの無関係であるということを酔いどれさん本人から私も聞いております。今回ツイッターで炎上している件なんですけども、昨日のね動画で謎ボックスというものを販売した翡翠という方で、この方はまあ元メンバーと言いましたが、販売していた時というのは関西奈良絆連合に所属していたという情報が私の場所に入ってきてます。で、脱退されているのは5月2日以降だということですので、販売されていた時はおそらくチームの看板ついていますよね、アイコンの場所に。その時はまだチームの人間だったということです。だから元メンバーだというのは間違っていると。だから休戦中ですというふうに私がその代表のクイーンという方から連絡をいただいた。その休戦というのは単純にブリードをまあ一旦ね辞めているけれども、メンバーを辞めたとかそういったことではないというふうに捉えられます。ですので
元メンバーではなく、販売していた時はただのメンバーです。在籍中だったと言えます。で、このなんでじゃあ夢ダメージそれ分かるのって言うかというと、元その関西ならば絆連合に入っていた方から全てお話を聞いております。その会話した肉声音声も私このカメラでしっかり押さえておりますので、もしかしたらね、公表すると思います。で、その肉声音声を使ってもいいですかと当人に確認した結果、まあ使っても全然構いませんと。私は奈良和が大好きですので、ぜひ広めてくださいということでしたので、私も今考えている途中でございます。で、話戻るんですけれども、その他にツイッターで炎上している件があって、それは何かというと、関東奈良和集会所さんのグッズ、ミニ登りやステッカー、そういったものが盗作されているような感じになっているんですよ。で、私自身も今酔いどれさんのブログを見ながら、関東奈良和集会所さんと、まあ絆、関西奈良和絆連合のものを見ているんですけれども、もう色とかね、文字の形とかもうほぼ一緒、もしも素人の方が見たら間違ってしまう、同じものなんじゃないかと、まあ錯覚してしまうような作りになっています。で、クワガタムシがね、ついているかついていないかみたいな感じにこの画面で見えてると思うんですけども、もうめちゃくちゃ似てますよね。で、さらにステッカー見てもらうと分かる通り、字の配列ですよね。上に A 文字で漢字ね、奈良は川西って書いて、で、そこの下に、まあ、関東奈良は集会所だったり、まあそのね、関西の絆のなんかそういう文章書かれていますけれども、完全に似せてますよね。似せてるというか、真似していると言ってもおかしくないんじゃないかと、これは私も捉えられます。で、今回ね、こういう事件が謎ボックスであって、関西ならば絆連合というものが何かをやらかした、そういった時もやっぱりね、ただ似ているということだけで、本家さん、関東ならば集会所さんにも迷惑がかかってるんですよ。まあ、問い合わせだったりとか、まあ、直接ね言われたりとか、え、関西と関係ないんですかとかね、そういった間違いが起きているということで、ヨデルさん自身も本当にやめてほしいと、本当に迷惑だとご自身の口からお話しされておりました。で、ヨデルさんもね、カリカリ怒るようなタイプでもないですし、強い口調で物を申すような方ではないので、まあ終始ね、苦笑いのような形でお話をされていましたが、きっとね、心の中ではね、いろんなものが燃え上がって吐き出したい、で、そういったことがね、見た目でわかるような感じでした、私も。で、やっぱりね、一ファンであるのであれば、そのご本家さんがね嫌がるようなことっていうのはやっちゃいけないと思うんですよ。で、結構前々からこの上りとかステッカーの件について揉めていたことがあったそうです、過去に。実際に奈良桑さん、そして奈良和所長さん、そして囚人さんたち、皆さんね、関西奈良和絆連合について承認もしていなければ、もう認めてもいない、だから認可とかね、なんとかとかお願いしますとかなんか言われたようなんですけども、そういったのは一切していませんと。まあ所長さんが、まあこのブログのね、記述、昔のやつ私辿ったんですけども、会とか党とか、まあ、やりたいなら勝手にやればいいじゃないと、ただ私はそれについて認めたりとか認可したりそういうことは一切しませんよというようなことを言われたそうです。で、俺も初め奈良は川西飼育するとき、ツイッターね始めたときに、奈良は川西やってるならチームに入りませんかというようなお誘いを受けるようなこともありました。ただそれでね、ちょっと疑問に思って、私は直接奈良桑の店長に、関西奈良桑絆連合っていうのは奈良桑さんとか元奈良桑収容所さんと関係あるんですかっていうふうに聞いたところ、全く関係ないよと、ただあっちは好きでやってるだけなんじゃないのと、もう全然相手にしていないような感じでしたので、これね、皆さん、これから大クワガタ奈良桑血統を飼育される方、誤解のないようにお願いします。関西奈良桑絆連合っていうのは全く奈良和とは関係がないチームでございます。で、今回ね、このツイッターの件で、すごいね、関西奈良和絆連合の人たちに、もうツッコミを入れてね、こうなんじゃないか、ああなんじゃないかと、反論してくれている、彼が言っていることは正論ですというふうに
ヨゼルさん自身ブログで言っていますので、まあ、ツイッターね、辿って見られる方は、ぜひ見てみてください。で、私自身もね、関西奈良絆連合と、その奈良収容所とは、関係ないですよっていうような感じでツイートしたんですけども、まあ私のね、奈良収容所っていうのはこういうふうに言ってわからないのって言ったんですけども、まあ正確にね、私も物事をこの YouTube とか Twitter をやっていて、ある程度影響力がある人間ですので、そこはしっかり訂正してね、関西奈良絆連合と関東奈良集会所というのは全く別物ですよというのを改めてね、お伝えしたいと思います。ちょっと私自身もツイートでね、間違った文面出してしまったので、そこは私自身も訂正させていただきます。申し訳ございません。まあ、ということで、今回ね、酔いどれさん自身にもお話をお聞きして、まあ、ブログを参考に、まあ、今まであったような時系列並べながらしたんですけども、まあ、いろんな方からね、リークあります。うん。で、その関西奈良絆連合というチームは、代表が、まあ、トップに立って、で、まあ、周りの人を、まあ、こうね、参加にするとか、まあ、人を増やすというような感じなんですけれども、実際はね、そこまで、まあ、奈良は、のことを詳しく知っていない可能性があったりとか、まあそういったことがね、ポロ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 と聞こえてきてますので、まあそれが確かかどうかというのは本人しかわからないことなんですけれども、やっぱりね、初心者の飼育者さんとか、まあブリーダーさんがね、奈良を飼育するにあたって、そのチームの名前を見て勘違いするようなことがあるのであれば、本家さんに迷惑がかかるので、やめるのは必然かなと、私は捉えています。あくまで、奈良は本家とか、奈良は血統というものを、血をしっかり出しているのは、その囚人さん、元囚人さんのメンバーさんじゃないですか。そして、看板を掲げているのも、関東奈良は集会所さんなので、それにね、似せてきている。本家さんがね、嫌がるのであれば、本当に、改善、するべき、してほしい。そういうふうに強くね、この動画でも言いたいと思います。誤解しちゃうんですよ。私もね、初心者の頃、間違ったくらいなので、もう、わからないんですよ。表に出てないんで、全部が。そういった方が、一人でも多くね、間違いを起こさないように、その、奈良場っていう血統をね、愛してる人たちが、もう、たくさんいるんですよ。その人たちが、嫌な思いをしないように、楽しめるように、やってくれればいいんじゃないかなと思います。はい、ということでちょっとね、固い話が2日間続いてしまいましたが、楽しくね、ブリードしていきたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。またの動画でお会いしましょう。それじゃあまたね、バイバイ。